い、どうも、こんにちは、こんばんは。雨が降っていると学校に行きたくなくなる人、ご紹介、どうも、ゼルフィーです。ということで、今回はなんですけど、僕ね、まあ、今日小テストが2つあって、僕普通に昨日アップデート待ち配信してて、もう全然勉強しなかったんですよ。僕ね、12時ぐらいに寝て、もうなんか、もう夜中の3時ぐらいに起きて勉強してやろうと思ったんですよね。そしたらもうね、起きたら6時50分なの。起きたら6時50分で、もうちょっと、あ、もうやばいと。ね、もうやばいって、もう内心焦ってたんですけど、なんかまた寝ちゃって、そしたら7時50分だったの。はぁと思って、もうこんな感じ、本当に急いで、もう僕朝シャワー浴びるんですけど、シャワー浴びて、あーってしたら、もう学校行く時間になっちゃって、結局小テスト終わったんですけどもね、はい、いろんな意味で終わりました。まあ、今回はなんですけど、皆さんね、まあ、昨日アップデートがあったと思うんですけど、まあ、その中でね、結構いろんなリークスキンとかもいろいろ追加されて、まあ、ちょっと今回はね、そのリークスキンを紹介していくのと、なんとね、もう全然もう1、2年ぐらいね、再販されてなかった、まあ、あのスキンがま、帰ってくるということで、まあ、その情報がね、入ったので、それをね、お話ししていきたいなと思います。ということで、やっていきましょう。さあ、ということで、早速ね、やっていきましょう。ということで、ちょっと待って、今、僕、ポケモン GO でプラスル捕まえてんの。ちょっと待って、ポケモン GO でちょっとプラスル捕まえてるんで、どこを利用かな。あ、よかった、捕まったんで、はい、捕まったんでいきます。ということで、まあ、ミスティメドーズ行きましょうか。レッツゴー！ということで、すいません。僕、最近ちょっとポケモン GO にハマっててっていうか、なんか学校で友達がやってて、おもろいのかなと思って入れたら、なんか、家でポケモン捕まえてるだけでなんか楽しくて、僕も普通にポケモン好きなんで、なんか、ハマっちゃいましたね。まあ、ということで、早速ね、ちょっと話していきたいと思うんですけど、まあ、もうどんどん、まあ、ちょっとね、リークサイトスキンを紹介していきます。まず一つ目、こちら。グライミーですね。これさ、これかっこよくない？これ。この黒と水色。いや、なんかクロークシャドウの中身みたいじゃない？これ。伝わるかな？この黒いスキンにこの赤いのを着せたらクロークシャドウになりますよ、みたいな。だから、クロークシャドウの黒版？あ、でも黒版いるか？シャドウクロークシャドウみたいなやつもういるか？じゃあ今の話ちょっと全部忘れてください。いや、僕はなんかね、スキン買うか買わないかもう気分だからわかんないんだけど、いや、かっこいいよね、これ。で、多分これグライダーもあって、それがこちら。はい、これドリッドドロッパーっていうやつで、これもさ、持たせたらかっこよさそうじゃない？ちょっと待って、僕も資材がないの。僕も資材がないんやって。待って、やばい。見えない。危ねえ。こいつも白いだ。あ、待って、やばい、ウィンドウズ消された。積んだ、待って、やばいねー。さ、ということで、ポケモン GO を最初にやってたのがね、間違いでしたね。はい、やっていきましょう。ということで、次のスキンはね、こちら。はい、アスペンですね。まあ、これは、まあ、リークスキンでなんかいろいろ追加されるときにいるモブですね。まあ、まるで僕のようなモブっていう、本当に。まあ、その表現が一番正しいでしょうっていうね。なんか自分で言ってて悲しくなってきました。てか待って、なんかめっちゃいる。なんでしかも、なんでこんな嫌なのにみんなここ来んのよ。え、意味わかんない。ちょっと待って。ふ、あ、当たり、よっしゃー。まあ、このアスペンスキンもなんかかっこいいよね。なんかでも競技勢とかで買いそう、誰かが。なんか海外のプロとか使いそうじゃないこれ。海外のプロとかがなんか使いそうなスキンですね、これね。で、次のスキンはこちら。はい。こちらですね、ハーレークイーンの、なんか服が赤くなったバージョンですね。まあ、これ僕前の動画で紹介したんですけど、これは、新しいスタイルじゃなくて、新しいスキンとしてきます。なんだっけ、なんか、漫画版のハーレークイーンだっけ？なんかそんなような話を聞いたことのあるようなないような気がするんで、多分そうだと思うんですけど、まあ、これの入手方法はなんか、漫画を買うんすよ、なんかの、漫画を買って、なんかそれの特典でなんかコードでついてくるみたいなのちょっと聞いたことがあるでごわすっていうね、そんな感じです。はい、やっていこう。でもなんかアイテムショップでも売られるのかな、なんか。なんだろう、先行で入手できるんだったっけな、確かそのコードあれば。多分アイテムショップにも売られると思うよ。いや、100% とは言い切れないからちょっと思うようにしとく。さあ、ということで次はこちら。はい。エコですね。はい、こちら、エコっていう名前のスキンなんですけど、これね、いろいろと体よく見てもらえばわかるんだけど、昔のマップがね、体にめっちゃついてんの。左胸の体にあるの、多分これだ、なんだっけ、ルートレイク。僕たちから見て左手についてるのが、どこだっけ？待って、名前が出てこない。グリシーグローブだ。グリシーグローブのバーガー屋さんで、で、なんか足、左足についてんのが、脱水デポットで、あと、何、足の先の方についてんのが、なんだっけ、フロスティフライトか。フロスティフライトだったり、まあ、あとはなんかマグ、右手とかはね、マグマあったり、なんかいろいろと地球儀とか持ってたり、まあいろいろとするんでね、多分これはなんだろう、ストーリーに関係してくるスキンなんじゃないかなって僕は思います。だって、こんなに昔のマップのさ、やつが体についてるんだよ。もうこれで関係なかったら、こいつなんて、こいつなんでこんな気持ち悪いぐらい昔のマップ体につけてんのっていうね。うん、でもなんか僕このスキン好きなんだよね。なんかあんまこういうストーリーに関係する系のスキン僕あんま買わないんだけど、これだけは買おうかなと思った、本当に。なんかちょっとかっこいいしね、これ。で、次なんですけど、こちら。プリンセスフェリシティフィッシュですね。これはね、まあ、2文字ぐらいで表すと、
肝ですね。まあ僕が言えることでもないんですけど、まあ気持ち悪いと。まあただ魚スキン好きからしたらいいスキンなんじゃない？いやまあね、まあ僕はこのスキン買うかわかんないんですけど、まあまあなんかネタスキンとしてはいいよね。まあネタなのかな、これマジスキンなのかな。デザインはいいよね。ただ顔さえもっとまともな人だったらこれ完璧なスキンだったんですけど、魚にすることによってちょっとネタになってしまったと、うん、唇濃いなと僕は思ったんですけどね。まあこういうスキンも別に僕は好きなんでまあいいでしょう。で、次こちら、アーロイですね。まあこのアーロイスキンなんですけど、これなんかとの多分コラボだと思うんですよね。お、なんか来た。はい、100人、はい、はい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 、はい、やっていく。これ確かなんかね、なんかとのコラボっていうのを聞いた気がする。で、なんかね、このアーロイとのなんかコラボモード、まあ、アーロイっていうか、なんか弓だけのモードが来るみたいなのをちょっと聞いたことあるんで。はい、ご了承、変わっていく。デカパナーマ。デカパナーマ。そう、まあ、多分そんな感じでね、まあ、アーロイのまあ、モードっていうか、まあ、来るんですね、多分。危ない危ない危ない。ゴリ押しゴリ押しゴリ押し、危ねえ。やっていく。僕がね、まあ最初に言った、まあ久しぶりにね、まあ再販される、まあスキンは何かっていうと、こちら、マシュメロですね。はい、まあなんで、まあマシュメロが再販されるかって言われてるかっていうと、そのね、なんか再販、全然されてないやつって、ゲームファイルが更新されるときに、なんかスキンがね、リークされると同時に、一緒になんか、スキンのファイルが更新されるんですよ。で、ちょっと今回ね、このマシュメロのファイルが、まあ更新されて、まあマシュメロがね、再販来るんじゃないかって、まあ言われてます。これ確かトラビスの時は、これなかったんだよね、確か。こういうね、まあ再販されてないスキンとかって、さっきもちょっと言ったんですけど、こういう感じでね、ゲームファイル更新されて、なんか急に再販されたりするんで、多分ね、まあマシュメロ来ると思います。これは来ると思う。まあ、マシュマロスキン結構ね、かっこいいし、欲しい人とかも結構多いと思うんでね。まあ、それは運営もナイスですね。っていう、ほんとそういう感じなんですけど。いや、ワンチャン、ここでマシュマロ再販されるっていうことは、ワンチャンもう一回ワンタイムないかな、マシュマロの。マシュマロのワンタイムもう一回ないかな。いや、だって僕、あれ忘れられないもん、ほんとに。夜遅くまで起きて見た、あのマシュマロのライブ。そんな感じでね、まあ、ちょっと今回リークされたスキンと、まあ、来るんじゃないかって言われてるスキンの、まあ、紹介は以上でーす。やべ、よっしゃ、はい。ご了承、ご了承、ジュジーね、もう漁夫乗りが一番。漁夫乗りしか勝たん。いいね、この車。もうめっちゃこのさ、タイヤで山登れるから、超楽で、超最強これ。超好きよ、この車。おー、いるいるいる、いるいるいる。待って、なんで？そんなことある？